はい、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。本日は夏の松編みの編み方をご紹介していきたいと思います。こちらは2段1セットでの編み方となってるんですけれども、1段の繰り返しで編める編み方をご紹介しますのでご利用ください。2段1セットにする場合には始まりと終わりを同じ編み方に変えます。そして次の段2段1セットの場合は始まりと終わりが同じになります。2段目は終わりの始まりと終わりの終わりが同じになります。ですのでここを始まりと終わりに使う、そしてここを始まりと終わりに使うことで2段の繰り返しができます。1段で繰り返す場合には始まりと終わりをこちらの編み方で繰り返していきます。では一緒に編み始めていきましょう。作り目は 6X プラス4となっております。結び目も目と数えますので1、2、3、4、5、6というふうに編みます。そして最後は1、2、3、4と編みます。立ち上がりに鎖を1目入れて各目に細編みを編んでいきましょう。松編みを編むときには先に細編みを編んでおく方がいいです。なぜかというと飛ばし目が多いので鎖の目が崩れやすくなるからですね。ですので各目にまず細編みを入れていきます。はい、それでは1段目を編んでいきます。始まりは常に同じです。鎖1で立ち上がったら裏返して1番最初の目に細編みを編みます。細編みを編んだらかぎ針2を引っ掛けて2目スキップして3番目の目に刺しましょう。刺したら糸を引っ掛けて戻してきます。そして2本ずつ引き抜いて長編みを編みます。鎖を1回編みましょう。かぎ針2を引っ掛けたら同じ目に戻ります。糸を引っ掛けて戻してきて2本ずつ引き抜いて長編みを編みます。鎖を1目編みます。かぎ針2を引っ掛けて同じ目に戻ります。糸を引っ掛けて戻してきたら2本ずつ引き抜いて長編みを編みます。長編みが3回そして鎖が2回編めましたら目を1目2目スキップして3番目の目に刺して細編みを編みます。はい、同じことを繰り返していきましょう。かぎ針2を引っ掛けたら1目2目スキップして3番目の目から始めていきます。長編み鎖1長編み鎖1長編み1目2目スキップして3番目の目に細編みを編みます。糸を引っ掛けて1目2目スキップして3番目の目に長編み鎖1長編み鎖1長編みを編みます。1目2目スキップして3番目の目に細編みを編みます。もう一度1、2、3番目長編み鎖1長編み鎖1長編み1、2、2目スキップして細編み。そして最後1、2、3目残ってますのでかぎ針2を引っ掛けたら
最後の目に刺して長編み鎖1、そして同じ目に戻って長編みで編み終わります。はい、これが編み方となります。2段目以降も同じように編んでいきましょう。立ち上がり鎖1を入れたら裏返します。最初の目に細編みを編みましょう。2段目以降は簡単ですよ。続いては今までは2目スキップしましたけど、続いては細編みの目を探します。細編みの目はこのように山形になっているちょっとへこんだ谷間にあります。この谷間に刺していきます。かぎ針に糸を引っ掛けたら谷間にある細編みに刺して長編み鎖1、長編み鎖1、長編みを編みます。続いて隣に長編みが1、2、3個ありますから2番目の長編み、ちょうど山のてっぺんにあたる部分ですね。はい、こちらのてっぺんにあたる部分にある長編みに細編みを編みます。はい、つまり長編みと細編みの場所が入れ替わるというふうに考えていただければと思います。続いても同じように編んでいきましょう。細編みに長編み鎖1、長編み鎖1、長編み、そして2番目の長編みに細編みを編みます。へこんだ細編みに長編み鎖1、長編み鎖1、長編み、3本ある長編みの真ん中の長編み、一番背の高い長編みに細編みを編みます。はい、もう一度長編み、細編み、長編み、細編み。長編みを編んだら真ん中の長編みの目に刺しましょう。そして最後ですね、最後に細編みの目がありますから細編みの目には長編み、鎖1、そして最後長編みで編み終わります。最後は必ず長編み鎖1、長編みで編み終わります。始まりは必ず細編みで編み始めます。これを繰り返していきます。もう一度最初に戻って一緒にやりましょう。鎖1で立ち上がったら裏返して最初の目に細編みを編みます。あとは同じですね。ここでだんだん下がってきて一番背の低い場所に細編みがありますから、ここに長編みと鎖1を繰り返していきます。そして長編みが3回入りましたら隣の長編みさんの真ん中の目に細編みを入れる。そして細編みの目に入れていきます。慣れたらもうどこに入れるかなんとなく分かってくるので勘で編んでいくことができますよ。はい、最後は長編み鎖1、長編みですね。
はい、そうしますとちょっと間に透かしの入った松編みの模様が生まれます。はい、こんな感じで透かしが入って綺麗な松編みが編めますので、ぜひ皆さんお試しください。裏も表も同じ目に仕上がりますよ。縦に使っても横に使っても結構綺麗に仕上がりますので、凹凸も生まれますしね。縦に使うと割と綺麗かもしれない。伸縮性はこのような感じで同じ程度、横のこの縦向きの方がやはり伸びますので、垂直に使ってあげることでちょっとしたこういうひし形が生まれて綺麗に仕上げることができますね。はい、トップダウンで使うこともできます。方向を問わないとても便利な模様、そして裏表を問わないとても便利な模様なので、ぜひ皆さんお試しください。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.